マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは、高田里穂です。まあ、テーマはありきたりな言葉ではあるんですけど、ありのままというテーマになっています。私の本当に様々な表情、ちょっとこう機嫌が悪いような顔とか、すっぴんとか、陰から陽まで明るい表情も含めて、本当にその私、またまたこうちょっと決めた写真とか、本当にいろんな表情が収められていると思います。そして見どころとしては、地元の久留米で撮影したので、本当にこうちょっとこう幼い、自分で見ると幼い表情が映ってるなって思いました。はい、まあたくさんありますけど、何回でも見たくなる、まあ、物語のような一冊になっているかと思います。そうですね、この1年間本当にシュープレさんとかたくさんグラビアをやらせていただいたんですけど、今回の写真集がラスト水着グラビアになっています。なのでもう余すことなく、そうですね、後悔がないように今の自分を残したいと思って作らせてもらった一冊です。そのすっぴんの撮影をしたのが地元の福岡のホテルで撮影をしたんですけど、こう、まあ、地元ということも相まってすごくまあ開放的な気分になって、なんかそうですね、そこのページは本当になんか生まれたばっかりの子供みたいな顔をしてるなって自分で思って、そこは注目していただきたいです。そうですね、オーズ本当にこんなにたくさんの方が見てくださると思ってなくて、本当に様々な意見をいただきました。でやっぱり10年前からかなり私の見た目も変わってるので、あ、大人になったねとか綺麗になったねってたくさん声をいただいて、なんか改めて、あ、オーズってたくさんの人に愛されてる作品だったんだなって、まあ、10年経ってよりその大きさに感じることができました。大きさを、これがラストの水着グラビアとなります。まあ、20代ですね、これから先はわからないので。で、完成された未完成というタイトルのように、まだ未完成ではありますけど、これまでの私の芸能人生は、まあ、一旦こう第一幕が終わったとして、今後未来に向かって、なんかこう、そうですね、これまで頑張ってきたこととは別に、もう少しこう本当の自分で楽しくお仕事を頑張っていけたらなと思いますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。そしてこの完成された未完成をぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。